はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、少し、立場が危ぶまれてる選手といいますか、少しね、まあトレードであったりとか、まあ戦力外に、まあ現状少し、近づいてるというか、危ないんじゃないかっていう選手をね、紹介していきたいなというふうに思ってます。まあ少し、まあ内容がね、忖度なく言わせていただくので、ちょっときつくなってしまうかもしれないので、もし、嫌な方いらっしゃいましたらね、全然動画閉じてもらっても、構いません。はい。でですね、まあ、現状ですよ。まあ、現状、ジャイアンツは非常に調子がいいと。まあ、調子がいいのはですね、まあ、とてもいいことなんですけども、まあ、一見するとというか、まあ、裏を返せばというか、活躍している選手がいるというところですので、その同じような立場の選手はですね、すごくこう、なんて言うんだろう。まあ、きついというか、ちょっとね、まあやめてくれよとか、そんな感じで思ってる選手も、まあ少なからずいるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。で、今日はね、ちょっとね、あくまで僕の主観ですけども、思う、まあちょっと危ないなと思う選手を7名紹介していきたいなというふうに思ってます。ピッチャーがね、4名いまして、野手が3名いますね。はい、じゃあピッチャーからまず行きたいと思います。はい、まず一人目はですね、今村さんです。はい、今村投手です。はい、成績見ていきますけども、まあ一軍で今季ね、3試合、防御率 3.00、ウィップが 0.67。で、2軍では15試合投げておりまして、防御率が 1.42、ウィップが 0.95 という風な形になっております。まあこの成績だけ見るとですね、非常に、いいんじゃないか今村というふうに思われる方いらっしゃると思います。ただ先ほども言いましたようにチームの状態がいいと、特にジャイアンツの場合は投手の状態がね、すごくいいというところで、今村投手ですね、間違ってたら申し訳ないんですけども、2回ほどね、昇格してると思うんです。なんですけども、今日かな昨日かなっていうのも抹消されましたし。その際にですね、まあ、今村は、他のピッチャーに勝たないとというところで、杉内コーチがね、おっしゃってました。今村さん自体もね、まあ、2軍の成績とかを見ても、非常にいい成績を出してるんで、やることはしっかりやってるんだけども、まあ、1軍に上がってきた時ね、この間は良かったんですけども、今回上がってきた時、やっぱりこう、不安定なね、点差があったんですけども、不安定な投球になってしまったというところで、まあ、年齢のところもありますし、というところで、ちょっとね、まあ、その、なんて言うんだろう、成績は出してるんだけど、一軍でね、なかなかこう、本領発揮できてないっていうところがあるので、まあ、クビになるかっていうよりかは、ちょっとトレードとかもね、まあ、そのネット上で、なんかこう、話題になってたりとかしますけども、うん、戦力外というよりかは、ちょっとまあね、トレードとかでもし、他の球団がっていうところで、今村こんだけやってるんだから、ちょっと欲しいよというふうに手を挙げる球団はもしかすると、あるのかなというふうに思うし、まあね、それだけ、巨人のですね、ピッチャー陣が、調子がいいということの裏返しじゃないかなっていうふうに思います。で、二人目いきます。二人目はですね、鈴木投手ですね。はい、鈴木投手です。はい。去年、かな、オリックスから入ってきましたというところで、まあ今年の成績によるとですね、成績はですね、まあ1軍、登板なしと。で、2軍では11試合投げておりまして、防御率が 1.64。で、ウィップに関しては 1.27 というふうになってます。こちらもですね、鈴木投手もですね、成績悪くないと。でも皆さん考えてください。逆に成績が悪くないというか、いいのに、1軍に上げてもらえないってのは、結構、きついんですよね。きついというか、まあ、いろんな場合があります。実際にもう、めちゃくちゃこう、選手がいて、もう確立されてるから、上げられないよっていうパターンもありますし、まあ、ちょっと厳しい言い方かもしれないですけども、もう、見切られてるというかね、そういうふうに、まあ、構想外じゃないけども、そういうふうに思われてる選手も結構ね、下でいい結果出してるけども、上で、上に上げてもらえないみたいな現状というか、そういったことって結構プロの世界ではあるので、まあ、鈴木投手はどういう段階なのかはちょっとね、詳しくはわからないですけども、
まあ、2軍でね、結果をまあ、しっかり出してる中、1軍でなかなか上げられない、上げてもらえないっていうところがあるので、まあ、今までの印象ももしかしたらあるかもしれないし、まあ、それだけ、先ほども言いましたけども、ピッチャー陣が安定してるから、上げれる枠がないよというところなのかもしれないというところですね。はい。で、次3人目いきます。高橋優希です。はい。成績見ていきますと、まあ、1軍登板なしと。で、2軍でも1試合しか投げておりませんと。で、防御率が 9.00、ウィップが 3.00 というふうになってます。記事かな、3月末とか4月やったかな、ちょっと詳しい日付忘れましたけども、高橋優希投手、まあ、3軍降格みたいな記事も僕見ましたと。で、まあ、桑田監督のコメントがですね、まあ、その、プロは実力の世界だから、まあ、2軍もそんなに、数を抱えられないという、選手の数をね、抱えられないってい う、コメントをしてありましたと。で、まあ、かつてはね、かつてというか、まあ、僕は被ってね、バッテリーも組んだことあるぐらいの、投手なんですけど、その、やっぱりね、10勝した、2桁かな、勝った時、ありました。でもそっからね、なかなか、勝てなくてというか、まあ、中継ぎに行ったりとか、まあ、いろいろこう、ね、ロングを、リリーフをやったりとか、いろいろこう、首脳陣たちはこう、勇気をね、復活させようと思って、いろいろやってたとは思うんです。なんですけども、なかなかこう本人が上がってきてないっていうところもあると思いますし、まあその、まあ能力はね、もちろんね、あると思いますと。で、ただ、もともと言われてたコントロールっていうところは、10勝した時もね、結局悪かったんです、正直言うと。だから、そこまで気にすることもないんだろうけど、うん。やはり今、安倍監督がそういうふうに真ん中投げていけっていうふうな方針も取ってますし、もともと本人の性格もね、結構、なんて言うんだろう、結構気遣いやというか、なんて言うんだろう、結構こう、いいやつなんですよね。心が弱いとまでは言わないですけど、いいやつなんで、そういったところで気持ちがもしかしたら前面に出てなかったりとか、そういったところをね、ちょっと萎縮してるし、しまってるじゃないけども、そういった部分ももしかしたら精神的なところもね、あるんじゃないかなっていうのを思うので、この勇気の場合は、その、環境をね、変えて、多分新しいところでやった方がいいと思うんですよね。うん。だからそういった意味でも、ちょっと勇気というところを選ばせていただきました。で、4人目はですね、山田投手ですね。山田流星投手ですね。1軍登板なしというところ、この今季ね。で、2軍で、6試合投げておりまして、防御率が 1.42、ウィップが 0.95 というような形になってます。まあ、やはり、まあ、育成の選手とかであればね、別にこの成績でも僕はいいと思うんです。なんですけども、やはり山田投手も2020年かな、ドラフト2位だったと思うんです。で、やはり上位指名っていうのもあるし、やはり社会人、まあ、高卒ですけども、高卒社会人行って、まあ、即戦力という形ではないと思うんですけども、やはりある程度まあ、2、3年で1軍でっていう形だったと思うんです。まあ、計画はね。なんだけど、実際今までね、今年4年目だと思うんだけど、まだ1軍登板がないと。で、2軍でもちょいちょい投げて良かったり悪かったり3軍行ったりとかいう記事もありましたしね。先ほどの勇気の時に一緒にこう山田投手が3軍に下がったっていうところもありましたんで、そういったところで、まあ、背番号も今年変わってると思うんです。だから、来年、もし今年良くなければ、まあ、トレード後は、まあ、おそらくないと思うんですけども、多分育成落ちっていうのは、今現状ね、今このまま行ってしまうと、まあ確実になってくるんちゃうかなっていうふうに思うので、まあ上位指名、まあ勇気もドラフト1位ですし、っていうところでね、そのドラフトの上位が、やっぱりこうね、活躍してくれるっていうのはね、非常にチームにとってもありがたいというかね、大切なことだと思うので、そこは山田投手のね、これからの、まだ、あとね、半分ぐらいはありますから、半分以上あるかな、シーズンはね、っていうところで、ここからの奮起っていうのを期待していきたいなというふうに思います。で、ここからちょっと野手行きたいと思います。はい、野手はですね、3名いますと。まず1人目、菊田博一です。はい、菊田博一。はい、非常にいい選手ですと。一緒にやってますと、僕もね。ただ、今季の成績見るとですね、1軍試合なしと。試合、出場なしと。で、2軍でも出場なしというところで、まあ、どこを怪我したのかってちょっとね、ちょっとわからなかったんですけども、
まあ、怪我をしてるんですよね。で、やはり、まあ、今年ね、阿部監督が、まあ、菊田は、一軍の代打で置いておきたいというふうなね、コメントをされてましたと。で、そういうコメントがあるからね、やっぱり期待されてるんですよ。うん。で、ましてや、その、岡本選手がメジャーに行く、行かないとかいう議論もありますから、やはり大型のサードというかね、ホームラン打てるような、長距離砲っていうのは絶対欲しいわけですよ。で、やっぱりそういったところで、菊田選手っていうところはね、まあ、同じポジションだし、カズマと同じポジションだしというところで、期待はかかってくると思うんですけども、やはり、そのね、一軍の戦力でというふうに言われている中で、怪我をしてしまって、一軍、二軍ともに出場なしというところで、それはちょっと厳しいのかなというふうに思います。まあね、じゃあ、菊田選手がですね、今年クビになるかって言われたらまだわからないし、僕の本音を言うと、おそらくクビにはならないとは思うんだけど、でも実際ね、22歳の年かな、23歳の年になるかっていうところで、まあね、次大卒の同じ年の選手たちが入ってきたりとか、するのでね、そういったところで、まあ、比較されたりとかするので、そういった意味で、菊田選手もそろそろ、出てこないとというか、まあ、ちょっと、立場が危うくなっていくんじゃ、まあ、今すぐにっていうわけじゃない、トレードでとか、クビになってとかいうわけでは僕はないと思うんですけども、まあ、考えていくと、まあ、そういったこともあるんじゃないかなっていうふうに思います。で、6人目はですね、増田陸選手ですね。はい、増田陸選手。成績見ていきますと、今年1軍と、出場なしと。で、2軍では38試合、打率1割9分1厘、0ホームラン、7打点、OPS 428というふうになってます。まあ、この数字見てもやっぱ物足りないですよね。まあ、増田陸さん、陸選手って何がいいのっていうふうな話になると、やっぱ思い切りの良さとか、バッティングで、長距離も打てるよというふうなね、長距離が、まあ、中距離、ヒッター。非常にいい打撃をするぞ。っていうところだと思うんですけども、やはりね、それが全く出てないと。ただしかし、この間ね、まあこの打率1割9分1厘とか、まああんまり良くないというところで、なんか結果が出てない選手とかをちょっとミニキャンプというかね、試合に出場するんじゃなくて、ちょっと期間を空けて、ちょっと体を動かして、まあいろんなリフレッシュであったりとか、まあそういったところで、ミニキャンプを、まあピッチャー、野手、ジャイアンツの2軍やってるみたいなんですよ。で、増田選手も、陸もね、ちょっと前にミニキャンプをやったみたいで、そこから、そのミニキャンプが終わってから結構状態が上がってきてるんで、そういったところで、まあ非常に、まあ首候補というか、ちょっと怪しい選手というところに挙げさせてもらいましたけども、このままの調子でいけばですね、まあ、多分、一軍に上がってくるかなっていう感じはあるので、そういったところで、まあ今回挙げさせてもらったけども、これからの陸の打撃次第でね、一軍での、まあ、代打もあるだろうし、非常にいいバッターなんで、めちゃくちゃいい思い切りのいいし、阿部監督もね、一緒に二軍で、二軍監督時代やってますからね。そういったところで、どういう選手かっていうのも詳しく分かってますからね。そういったところで、この陸がね、こう上がってくると、まあ、一軍のね、ベンチもね、非常に盛り上がってきたりとかね、代打の厚みとかも増してきたりするんで、まあ、怪しい選手というところで上げさせてはいただいたんですけども、僕も期待はすごくしてる選手ではありますと。で、最後ですね、7人目。松原聖弥選手ですね。はい。非常に僕仲のいい選手。こんなところに上げたくない選手ではあるんですが、ちょっと成績見ていきますと。で、1軍で今年9試合、打率1割5分4厘、0ホームラン、2打点、OPS 466。で、2軍ではですね、26試合、打率2割2分、1ホームラン、6打点、OPS 700。ちょっと気になったのはこの3いいね、3エラーをしてる2軍でっていうところがちょっと気になりました。で、じゃあなんで松原選手を上げたかっていうと、ここにね、上げたかっていうと、やはりまあ最近ね、立岡さんがね、すごく活躍してると。で、立岡さんって実際34かなっていうところで、聖夜さんが今年30の年になるかなっていうところで、4つ上なんですよね。だから、鬼の先輩なんですよ。普通に言ったら。で、その選手が、出てきて、めちゃくちゃハッスルしてると。じゃあ、まあ、若手はね、萩尾選手であったりとか、オコエ選手とか、まあ、浅野選手とか、まあ、そういった、若い層はね、まあ、ちょっとね、置いといて、その中間層の選手たちって結構危ないと思うんですよ。その間にいる選手って。で、じゃあ誰ってなってくると、この松原選手とかが一番タイプ的にも一緒じゃないですか。右投げ、左打ち。で、足も速いっ
ていうところで、まあ似たようなタイプじゃないですか、立岡さんのね。で、まあ松原選手もよくなんか動画とかでたまに見たりしますけども、まあ亀井さんがね、頭使っていけよみたいな、コメントをしたりとか、いろいろありましたと。で、松原選手もね、まあファームで長いことこう、立岡さんと一緒にやってたりとか、まあいろんな選手とやってたりするわけですよ。で、そこで、やはり、学ばなければいけなかったというかね、別に聖夜さんがアホとか、そういうことを言ってるわけじゃないんだけども、やはり、聖夜さんが、ね、一軍で勝ち残っていくためには、もちろん、総攻守のね、高いレベル要求されますと。ただ、いつでも、打てるわけではないし、いつでもね、いいプレーができるわけじゃないと。で、そういったところで、立岡さんとかね、今回ね、試合で出て見てますけども、非常にね、球数粘ったりとか、わざとここは初球打たないようにしようとか、相手がね、流れ、行ってしまうんで、わざと初球を打たないとかね、わざとこう見たりとかね、セーフティーをしてみたりとか、守備でもまあ無難にこなしてたりとか、まあね、守備位置もこう変えたりとかしながらね、すごく頭使ってやってるなっていう感じがしますと。で、松原選手がそれができてないかって言ったらそうではないんだけども、やはり、まあ立岡さんより若い、くてね、体ももしかしたら動く松原選手がやっぱ出てきてほしいっていうのはおそらく本音だと思うんです。ただ、そこを期待してまあ一軍でもねちょいちょいまあ試合が出てたんですけども、結果残せずというところでまあ二軍にいると。で、二軍でもまあ打率2割2分なんで本来の打撃がなかなかできてないというところで、まあだったら立岡上げようかとかいう話にもなってね、で上がって、で実際活躍してっていう風にね、存在感を日に日にね増してるわけなんで、そういったところで松原選手の立場っていうのが危ぶまれてると思うし、僕はここで終わる選手ではないと思ってるので、ポテンシャルとかねいろいろ考えるとそんな選手ではないと思ってるんだけど、やはり今現状のね外野手のまあ年齢層とか立岡さんの活躍なんかを見てると、ちょっと聖夜さんマジで現役ドラフトとかトレードとかほんまに危ないんちゃうかっていう風にね、正直、後輩の小山は思っております。はい、そんな感じでですね、今日はですねちょっとまあ僕がこんなことを言うのもあれなんだけど、まあ怪しい選手というか、まあトレードであったりとか放出の可能性があるんじゃないか、まあ現状あるんじゃないかと、僕があくまで主観的に思う選手を7人挙げさせていただきました。まあこういう話題はね非常にこうなんていう繊細なところというか、あまり聞きたくない、視聴者の方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ実際ね本音でというか本気で、そういうね、ちゃんとした情報というか、本当にどう思われてるのかというところをね、分かっといた方がいいかなっていうふうにね思って、まあ強いてあげるならというところで7人挙げさせていただきました。まあね、僕も実際クビになってますと、ましや育成でね試合下にも上がれなくて、クビになっているわけですから、まあそんなことは言えないんだけども、まああくまでねこの YouTube のまあ企画というかそういったところで、現状巨人の一軍はすごく調子いいんだけども、その裏にはまあこういった選手たちの奮闘というかね、そういう戦いもあるというところで、プロ野球いろんなね、話題これからも伝えてお伝え、していきたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。